藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま。こんばんは、スノーマンの目黒蓮です。ラウルです。藤谷プレゼンツスノーマンのそのまんま、今夜はこのコンビでお送りします。お願いします。長いね。いいね。まあまあが長いね。去年の7月以来4度目のコンビで、あ、結構久しぶりなんですね。久しぶりだ。それこそさ、うん、この7月ぐらいから、うん、めめがマジで忙しかったじゃん、去年。まあまあまあ。めっちゃ忙しくて、うん、だから俺もラジオ結構来るんだけど、うん、あ、めめ来てないなって、お母さんと話してたよね。そうだ、だから結構、久しぶりで、ね、去年、の、うん、あ、だからその、それで言うと、うんうん、その去年、ずっとこう、何、11月、12月ぐらい、そうそうそう、ドラマを撮らせてもらって、忙しくね、やってたよね。そう、それで、なんか、体を休める時間をいただけますかってマネージャーさんに相談して、うん、それで、あの、1月に休みを、あの、1週間、そうだよね、いただけて、それでパリに行けたっていう。やばいよね。だってさ、これすごいのが、あの、なんていうの、メメは、うん、このなんか俺が行こうとしてることを言ってなかったよね。俺はその正確には言ってなくて、なんか1週間休みもらって、うん、あれだよね、親戚がベルギーのに住んでるから、その人たち会いに行くついでに、うん、こう電車でパリに行って、うん、観光しようかなって。いや、そうだそう、これなんか俺に結構ワクワクした感じで話してきたのよ。これ面白くて、去年の12月ぐらいに来年1月に1週間休みもらえますってなって、うんうんうん、で嬉しくて、だからもうすぐやりたいこともあったから、そう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 、そのもうすぐ俺パリのチケット取ったんですよ。パーンって。で、そのラウルに、俺、あの、この日からこの日まで、うん、あの、休みをもらえて、だからもうパリのチケットも取ったから、なんかラウールは、なんか、どう、なんか、もし休み？あ、そうそうそう。行けんだったら一緒に行かないみたいな感じのことを、メールしたんだよ、俺が。そう。したら、いや、なんかたまたま、行けるかもしんないんだよね、みたいな。そういう中心の人と話して、そう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 、そのタイミングでちょうど行けるかもしんなくて、そうさ、それでさ、そしたらさ、全員で仕事できないからっていうのもあって、こうちょっと必然的にさ、でその時重なってる、まだラウールのパリコレが確定じゃなかったんだよ、うん、確かそう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 、まあ、いけるかもみたいな、そういける かなっていう感じで、そしたら一緒になったんだよね。すごいよね。だからえっていうあ、え、そうなのみたいな。え、そう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 。でそっからそれのギリ、結構ギリぐらいになって、あの、ラウルが、その、パリコレ出れるっていうのが確定になって、うんうんうん、で、なんなら、だから、俺がなんなら先に行ってんだよね。そうなんだよね。そう。だから、後を追うよ。実は、これさ、面白いのがさ、そういうグループ仕事が、まあ、大体さ、誰かがこう、バーって行ってる時は、しないじゃん。うんうん、で、してないなと思って、なんか、一応、ショッピーとかにも、え、そういえば、なんかパリとか来るみたいな、うん、聞いたら、なんか真ん中の日に一日だけ仕事があったんだよね、翔太君。あ、そうね、その1週間の日のね。あと、なんかお寿司屋さんに行く予定がめっちゃあって、だからダメってなって。あ、そうなんだ。だから、ね、もし次行くってなったら、そうそうそう、俺も絶対に行くって言ってたね、うん、そうそう言ってたしさ。で、向こう行ってさ、その楽しかったよね。ラウールはお仕事だから、うんうんうん、だからその言うてもそんな、確かに確かに、あのは過ごせないから、で俺はその間、その何、ベルギーに俺の親戚夫婦がいるから、うん、で多分1時間で来れるの、電車でパリに、うんうんうん、だからラウールが仕事の時とかは、俺はあのその親戚夫婦にいろんな観光地を一緒に回ってもらったりして、そう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 、っていう、まあ、なんか本当に俺はなかなか楽しい、いい休みだよね。だから休みの取り方って大事だよね。なんかその、まあなんていうの、ちょっと特殊なスケジュール感なわけじゃん、それこそ、うん、俳優業もたくさんやってたらさ、
そういう時にこうちゃんと休みを取らせてくれる安心安全の、福利厚生のしっかりした、ジャニーズ事務所、これからもよろしくお願いします。本当だよ。いやだからね、うん、もう僕はすごいそれで本当に偶然というか、まあ、たまたま、いやそうだね、だけど見に行けてすげえ感動したんだよね、うん、なんかラウールのそのランウェイはなんかね、なんかわかんないけど見ててそのここ目頭が熱くなるのよ、いつも。嬉しいね。でそれはそのあの TGC もそうなんだけど、うん、この前の嬉しいなそれ、うん、見てて熱くなる目頭系だじゃるっていう、俺はね、なんかそういう感情になる。うわ嬉しい。彼はすごいのよ。いやでも俺あの、うん、なんだっけ、全く同じ現象があのアカデミー賞のレッドカーペットを歩いてる時に全く同じ現象になったね。なんかこう目頭がこうシューみたいな。でもさやっぱりあれがあるよね、なんかこう歴史というかさ、うんうん、それまでずっとそこを目標にしてたのとかもこうなんとなくこう知ってたりさ、そうなんだよ。それがね、それをずっとあったからさ、なんかそういう目見方になるんだよね。うん、いいね、オープニングトーク、ほぼね、ほぼほぼ取れた。まだもうちょいオープニングトーク欲しいか。全然いけるよ。なんならだってあれは？あのあれはあのおにぎり。あ、そう、今日おにぎり持ってきたから。ほらこれタラコが入ってるから。ラウールがだから今日そのおにぎり握ってきてくれたの。じゃあ昨日あの、いや俺おにぎり最近握ってるんだけど、うん、あの食べるって聞いたら俺人が握ったおにぎり食べれないって言われて、え、じゃあラップの上から握ったならどうって聞いたら、このなんかラップのさ、くるみ方さ、なんか、これ、なんて説明すればいいんだろう、なんか、ちょっと出てるのよ、いや、俺、ラップの上からだなって言った、じゃあ、動画を送ろっか、その、ラップの上からちゃんと握った動画を撮ったの、自分で。信じてる。自撮りして、うん、いいんだけど。で、たらこを入れるときも、ラップをした、なん手で、こう。触れないように。あ、これタラコなの中身。そう、タラコにした。そうなんか、うん、昨日ねすっげえいい感じに米が炊けた。そう予約派だからさ、メールが来て握るってなんか言ってくれて。え、そうだよ、握ってもらったんですけど、うん、え、どうかな、お味の方は。じゃあそれいただきます。いやこれね、塩とかも入ってる。あ、はい、もちろん。あ、結構で、うん、柔らかめが好きでしょ。ちょっとセールスポイント、柔らかめが好きって聞いたことあるんだけど、ちょっと固めなんだよね。いや、そう思った今、ちょっと持った感じは硬いけど、いやでもなんかそこのうちの売りを変えて寄り添うんじゃなくて、うん、どうっていう提示の方だ。なんか前じゃあこのおにぎりの前に、うん、おにぎりを食べた感想は CM の後で。あ、これね、これだけ言ったんでね。おにぎりの前に、ごめんなさい、ちょっとおにぎりの前にですね、うん、あの SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがあります。はい、ハッシュタグそのまんまです。聞きながら感想をつぶやいてこの番組を盛り上げてください。頼むよ。それでは今夜もスタートです。スタートです。富士屋プレゼンツ、スノーマンのそのまんま。この番組は富士屋の提供でお送りします。富士屋プレゼンツ、スノーマンのそのまんま。番組前半はスノートークの時間です。そうだよ。近況を話したり、うん、メールを読んだり、ゆったりと。近況を話すのもゆったりと近況を話していきたいなと思います、うん、で近況で言うと今おにぎりが目の前に到着したって、はい、あ、そう、これ海苔もあるからさ、海苔もほら巻いて。そうなんですか。あ、これありがとうございます。これもう触ってない、はい、ラップで。ああ、ありがとうございます。そう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 。
いやどうかな、まあ、まずはやっぱ感想を伝えたいよ、うん、皆さんに、うんうんうん、半分にできるから、あセパレートだから、あれね、この、うん、味のりタイプね、そう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 、いいよね味のりね、うん、なんかマジでもうラウール本当に、うんうん、なんか、うん、セパレートできるよ、週4ぐらいでなんかうちにいるのよ、うん、あそうだね、もうなんかもう本当に居候みたいな感じになってるもんね、お米もなんかちょっと柔らかいのが好きとか、もうなんか全て知られてるのよ、疑惑出ちゃうからバレてるのよ、じゃあいただきます、うん、食べてうんどう、結構いいんじゃない、ああうん非常に美味しいです、ね、わー、これやっぱさ嬉しいね、作ったものを褒められるって結構嬉しいわ今、ありがとう、美味しいマジで、うん、ちょっとじゃああと続きも食べて終わったら、これあと稽古もあるし、う、ね、うんうん、うん、おにぎりっていいっすよね、そうちょっと包み直しますいやこれは良かったよ、いやはい、まさか、うん、ラブルの作ってきたおにぎりの食レポするとはありますか、なんか近況、いやありますよ、何ですかこれ、だってそらお便りがさ、はいはいはい、あお便り読んでいきましょう、2人だけのラジオになっちゃってるから、うん、お便りちゃんと届いてるのよ、お便りを、うん、いっぱい読みましょう、じゃあ俺から読もうかな、はいはいはい、これもう俺も、ね、話したかったって、うん、ラジオネームゆかこさん、スノーマンの皆さんこんばんは、目黒くんが出演された炎の体育会 TV でのサッカー対決を拝見しました、はい、私は目黒くんのサッカー姿が大好きで、どの種目もかっこよくてテンションが上がったのですが、うん、その中でも最後のキックターゲットは特に熱くなりました、うん、今まで多くの方が挑戦されてきて、プロサッカー選手でもクリアした方は数人、うん、芸能人ではゼロという本当に難しい挑戦だったのに、うん、目黒くんが見事なコントロールでパーフェクトを達成されていて本当に感動しました。ありがとうございます。そんな目黒くんを見ていて1年以上前にサッカー関連のお仕事をした際にリフティングできないと言ってしまって、うんうんね、すごく後悔されていたことを思い出しました、うん、ぜひ目黒くんから挑戦した時のプレッシャーやクリアした時の喜びを、体育会 TV でのお話をたくさんしていただきたいです、うん、ということで、おありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、お便り、いやこれ見ましたよ僕も、炎の体育会 TV、 うま、うん、まあこうたくさんある、うん、私の幸せな結婚のこう宣伝でこういろいろさ、うん、いろんなこうテレビや雑誌に出てたじゃない、うん、でさこれも結構さなんかテレビだったりこの最近だったら、うん、あの携帯でもチェックできる、うんうんうん、でなんかこう出てたらこう見て、うん、やってたんだけど、めめがいや体育会 TV はちょっと見てほしいかもってこう何も言わずに、うん、って言われて、えみたいな、珍しいそんなこと言ってくるのって、うんうん、何があったんだろうと思って、うん、見たらマジでさすごかったね、いやもうね俺にとってはもうすごい時間、うんうんうん、もう何レジェンド、もう自分がサッカーやってる頃に夢見てた方たちと そもそもテレビに出てるっていうことがもう自分にとってはすごい感動的というかなんかそうだよな時間だったから、うんうんうん、そうだから、あそうその実際に、うんうん、あの一番最後のやつかネスとか、ね、そうボール蹴ってる時とか、うん、なんか集中しすぎて何ももう音が聞こえてなかった、うん、自分にすごいねゾーンだもう周りの人の声が何も入って こなくて、あすごいそれとかでもそのなんか一個前で、うんうんうん、あのチョンテセ選手、うん、チョンテセさんがあのパーフェクトを決めて、うんうんね、くださったから多分自分もパーフェクトができたんだと思う、流れに乗れたみたいなね、うん、とかなんかいやだからさこれすごいのがさ結構皆さんもそうだと思うんだけど、あんなにサッカーできるっていう姿初めて見たじゃないですか、でなんか自分だったらって想像したの、自分があそこまでできるんだったらなんかなんていうの、デビューした時とかからめっちゃアピールするなって、うん、俺サッカーできますとか言うのに、うん、そこをこうなんか言わない感じが、うん、なんかねいいよねいいよね、いやいいよいやでも、うん、あのなんつうの、もう言うてその中学2年ってサッカーはやめてるから、うんうんうん、まあ、その時は、まあ、ちょっとできたかもしれないけど、うん、
もう本当この前は純粋にそのもう集中力とその勝負強さだけでいったっていう感じで、もうそんなに別に今すごい上手いっていうわけでもないから、上手いよあれは正直。いやありがとう、うん、すごい本当にあれでなんかこうアピールしない感じもなんかかっこいいなっていう。あとね俺ね、うん、めっちゃ感動したの、その、うんうんうん、間近で、ああそっか、どんで本当にす本当にすごい人たちで、だってもうずっとちっちゃい頃から見てたわけだもんね。もうあの稲本さんとか、うん、たまたまだから俺はそのたまたま俺はちょっと近くに止められただけで、稲本さんのボールが足に当たった時の音とかがもう違うんだ。あそうなの、分かるんだ。それの全然違うし、もうすっごい何もうトラップ、もう要はトラップって次にのプレーに持っていければ別にいい、まあそうだよね、いいわけじゃん、うん、あなんかプロの選手の本当すごさ、音だけでももう分かる。あそうなんだ、じゃあめっちゃいいさ機会だったね。いやマジでやばかった。だしさ、思い出したわ、この体育会 TV の後さ、うん、もしかして上田くんに倒されてなかった？倒されたよ。あれ大丈夫だったの？いや倒していただいたよ。いやなんかめっちゃ面白かったじゃん。いやめっちゃ笑ったなあれ。いやなんか俺、うん、なんていうのすごい嬉しかった。嬉しかったね。純粋にあの好きだったもんね、あの投稿が。そうだし。あとはその上田くんはそのカトゥーン、うんうんうん、カトゥーンさんのツアーとかもついてたから俺。そうだよね、そう昔ジュニアの子、うんうんうん、なんかそういうのとかも考えるとなんかこうすごい嬉しかったですね、うん、いやよかったよ、うん、倒してもらえてありがとうございます。あちょうど時間になったっていうこと、まあ、なるほど。じゃあまあでもこれだけは話せたからよかったよかった、ありがとう。で、以上スノートークのコーナーでした。それでは、1曲聴いていただきましょう。曲紹介ラウールお願いします。はい、5月17日リリースのスノーマンサードアルバム I Do Me からリード曲のこちらの楽曲をラジオ初解禁いたします。ついにこう話によると、うん、昨日、うん、ミュージックビデオが公開されたみたいなんですけど、ラジオでは初めて、はいはいはい、まあ、皆さんに本当に愛していただきたい一曲になってるんで、そうだね、うん、もう思ってるより思いを込めて頑張って頑張っていっぱい考えたね。まさにそうだよね、うん、まさにそんな曲なんで愛していただけたら嬉しいと思います、うん、聞いてください。スノーマンで合言葉、うん、富士屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、それではここで富士屋スマイルスイッチ部からのお知らせです、ケーキ好きな皆さんを美味しいケーキで盛り上げようということで、スマイルスイッチ部と題して毎月おすすめのケーキを僕たちが紹介していきます。はい、富士屋洋菓子店では春のいちごフェアを開催中、春を感じる可愛らしい見た目の2品をご紹介します、うん、僕が食べるのは春摘みいちごのドルチェ。スポンジの上にピスタチオクリームとディプロマットクリームを絞っていちごをサンド、上面はベリーグラサージュとホワイトチョコチップでイチゴを表現しましたとのことです。じゃあいただきます。美味しそうだね。うわうわ、ベリーグラサージュっていうこのなんかイチゴのソースみたいな、うんうんうん、これめっちゃ美味しい。あいいね、もう見ててわかるもん、最高。美味しそうなのか、これめっちゃ美味しいね。えそのさピスタチオクリームの感じはどうなの、うん、うわめちゃくちゃピスタチオだ。美味しそう。いや美味しい、これいいですね。めめは何食べるんだろう。そして、うん、僕が食べるのは国産いちごの滑らかチーズパイ。はい、定番人気の滑らかチーズパイの美味しさに甘酸っぱいいちごの果肉といちごムースをプラス、はい、滑らかチーズといちごが絶妙な相性ですとのことです。いただきます。よっしゃ、ちょっとそれさやばいね、うまそう。めっちゃなんかすごい上がプルプルしてる。いただきます。うおうんうんうん、うまい。あのいちごのムースと、うんうん、このベリーゼリー、うんうん、すげえなんか滑らかなんだけどちょっとこうプルッとしてて美味しい。うわうわ、あとこのなんかちょっとそのパイまでいっちゃう、パイの感じがすごい好きです。
うわーよかった、これ絶対うまいね。うん、美味しい。さて、はい、ここでリクエストが来ています、うんうん、今回の商品は春らしい可愛い商品でしたが、うん、スノーマンにも可愛いメンバーがたくさんいるかと思います。最近あったメンバーの可愛いエピソードや自分の可愛いエピソードがあったら教えてください、うん、とのことです。目黒くん、うん、どうですか。いや目黒くんどうですかっていう聞き方が可愛らしいんですけど、うん、あらまずもらっちゃったよ。ごめんね。ごめんね。いやあともう多分もうその、うん、何多分もう強すぎるエピソード1個あるから、その今日もおにぎりがあるから。おにぎりを握って作ってきてくれたっていうのがもう、うん、あらあれなんじゃないですか。いや、それ嬉しいよ。今日のもう可愛らしいエピソードなんじゃないですか、うん、ありがたいですね。いやよかったそれは、うんうん、商品の画像は番組ツイッターでチェックしてください、うん、以上スマイルスイッチ部からのお知らせでした。はい、フジアプレゼンツスノーマンのスノマンマ、文化放送からお送りしてきましたフジアプレゼンツスノーマンのスノマンマ、エンディングの時間になってしまいました。ここで僕たちスノーマンからのお知らせです。はい、スノーマンの8枚目のシングルタペストリーダブルが現在発売中です。僕目黒蓮が単独初主演を務めた現在公開中の映画私の幸せな結婚の主題歌タペストリーとダブルを収録した両 A 面シングルです。はい、そしてスノーマンサードアルバム I Do Me は5月17日リリースです。このアルバムを引っ提げて5月26日から、うん、スノーマン初の4大ドームツアーを大阪、東京、福岡、名古屋で開催します。はい、そしてスノーマン主演演出の舞台滝沢歌舞伎ゼロファイナルが4月30日まで新橋演舞場で上映されます。ライブビューイングも予定されていますので、ぜひ映画館まで足を運びください。はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。ふつおた、その告白、私実は、その会議、その迷い中など、番組宛てにたくさんのメールをお待ちしています。メールアドレスをラウルお願いします。はい、snowman@joqr.net snowman@joqr.net です。番組に関するお知らせは番組の公式ツイッターをご覧ください。はい、いよいよお別れの時間が近づいてきましたが、ラール君どうでしたか。やっという間でしたね、うん、まあなんか本当にスノーマンマってこういうことかみたいな。うんうんうん、リアルな感じ。そうね、リアルな感じだったかもね。結構マジでオープニング長かったもんね。長かったな。あ、まあでもなんか本当に自分たちも楽しみながらね。そう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 、気づいたらちょっとすいません、お話しすぎていたという。うわーでもいいね。いやよかったよ、そのやっぱ一番こうおにぎりを褒めてくれたこと、うん、それがもう結構嬉しいな。いやこの後もちょっとじゃあおにぎり食べたいなと思います、うん、よかった、ありがとうございます。それではお聞きいただいてありがとうございました、はい、今夜のお相手はスノーマンの目黒蓮とラウルでした。それでは皆さんバイバイ。フジヤプレゼンツスノーマンのスノマンマ、この番組はフジヤの提供でお送りしました。 Maybe it's 645